滝沢秀明がナンバーアンダーライン愛に託した思いとは、アジアツアーを熱望するファンも多く、台湾、香港、タイなど、海外からの熱い視線も集まっています。ナンバーアンダーライン愛がアジアで人気爆発。世界進出の可能性に迫る。滝沢秀明が引退を発表したとき、多くのファンが驚き、そして彼の次なる一歩に期待を寄せていました。彼はただの俳優やアイドルではなく、 その背後にある情熱とビジョンで、エンターテインメント業界全体に影響を与え続けてきました。そんな彼が、ナンバーアンダーライン愛という新しいユニットを立ち上げるに至った経緯は、まさに彼の人生の集大成とも言えるでしょう。滝沢のキャリアを振り返ると、彼は常に挑戦者でした。ジャニーズ JR 時代から注目を浴び、数々のドラマや舞台で活躍してきましたが、彼の真の価値は、 その演技力や歌唱力だけにとどまらず、他者を引き立てる力にありました。彼は自分自身の成功だけでなく、後輩たちを導くことにも力を注ぎ、ジャニーズ事務所内外での信頼を築いてきました。この信頼が、彼をプロデューサーとしての道に導いたのです。ナンバーアンダーラインアイは、滝沢が新たに立ち上げたユニットであり、メンバーは平野翔、優太、神宮寺優太という、 かつてのキングプリンスのメンバーたちです。彼らは、ジャニーズ事務所を離れるという決断を下し、滝沢のもとで再スタートを切ることを選びました。この決断は、彼らにとっても、ファンにとっても、そして滝沢にとっても大きな挑戦でした。しかし、彼らは信念を持ち、互いに支え合いながら新たな道を歩んでいます。滝沢とナンバーアンダーライン愛の関係は、 ただのプロデューサーとアーティストの関係にとどまりません。滝沢は彼らを単にプロデュースするだけでなく、その個性を最大限に引き出し、彼らが自分自身を表現できる場を提供しています。例えば、平野翔は、そのカリスマ性とパフォーマンス力で多くのファンを魅了してきましたが、滝沢のもとでさらに深みを増し、新たな一面を見せています。岸優太もまた、滝沢の指導の下で、 歌唱力や演技力だけでなく、人間性やリーダーシップを発揮しています。そして神宮寺優太は、その優しさと包容力で、チーム全体をまとめ上げる存在となっています。日本のエンタメ界に新たな風を吹き込む、滝沢秀明氏率いる戸部。その中でも一際輝きを放つ存在が、平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんによる愛いおいグループ、ナンバーアンダーライン愛です。 キングプリンスという国民的アイドルグループから飛び出し、新たなステージに挑戦する彼らの姿は、多くのファンに感動と希望を与えています。ナンバーアンダーライン愛の誕生は、決して平坦な道のりではありませんでした。キングプリンスだったいという大きな決断の裏には、葛藤や苦悩もあったことでしょう。しかし、彼らは夢を諦めずに、新たな道を切り開きたいという強い意志のもと、再び立ち上がりました。 そんな彼らの前に手を差し伸べたのが、かつて同じ舞台に立ち、アイドルとして、そして演出家として数々の成功を収めてきた滝沢秀明氏でした。滝沢氏は、自身の経験をもとに、メンバー一人一人の個性や才能を深く理解し、ナンンバーアンダーアダライン愛というグループをプロデュースしています。単なるアイドルグループではなく、アーティストとして、表現者として、さらなる高みを目指せるよう、 惜しみない愛情と情熱を注いでいる姿が印象的です。実際、ナンンバーアンダーアダイン1 i の楽曲やパフォーマンスからは、彼らの成長と進化がはっきりと感じ取れます。強盗や、ボンといったパワフルなダンスナンバーでは、彼らの高いスキルとカリスマ性が爆発し、会場を熱狂の渦に巻き込みます。一方、INZM のようなエモーショナルな楽曲では、彼らの繊細な表現力が光り、 聞く人の心を深く揺さぶります。滝沢氏のプロデュース力はもちろんですが、ナンバーアンダーライン愛自身の努力も忘れてはなりません。彼らは、ストイックなトレーニングやレッスンを重ね、スキルアップに余念がありません。また、海外アーティストとのコラボレーションや、舞台出演など、さまざまな経験を通して、表現の幅を広げています。ファンの中には、 キング・プリンス時代とは違う魅力に惹かれる彼らの音楽に勇気をもらっているといった声が聞かれます。新たなファン層を獲得していることからも、ナンバー・アンダーライン愛が多くの人の心をつかんでいることがわかります。しかし、彼らの挑戦はまだまだ始まったばかりです。アジアツアーを熱望するファンも多く、台湾、香港、タイなど、海外からの熱い視線も集まっています。ナンバー・アンダーライン愛が今後、 グローバルなアーティストとして羽ばたいていくためには、言語の壁を越えたコミュニケーションや文化的な違いへの理解を深めていくことも重要となるでしょう。それでも、滝沢氏という頼もしい存在、そして何よりも、夢に向かって突き進む彼らの揺るぎない信念があれば、どんな困難も乗り越えられると信じています。ナンバーアンダーライン愛の未来は、希望に満ちあふれています。彼らの挑戦は、 日本のエンタメ界に新たな可能性を示すとともに、多くの若者たちに夢と勇気を与え続けることでしょう。私たちファンは、彼らの輝かしい未来を、温かく見守り、応援していきたいと思います。滝沢が彼らを選んだ理由は明白です。彼らには、単なる才能以上のものがあると感じたからです。それは、彼らの人間性や、困難を乗り越える強さ、そしてファンとの深い絆です。 滝沢自身もまた、これまでの経験を通じて、多くの困難を乗り越えてきました。だからこそ、彼はナンバーアンダーライン愛のメンバーたちに対して、深い理解と共感を持って接しています。しかし、滝沢の挑戦はここで終わりません。彼は常に新しいアイデアを持ち込み、業界全体に新たな風を吹き込もうとしています。彼のビジョンは、単なる成功ではなく、 エンターテインメントを通じて人々に感動を与えることです。そのために、彼はナンバーアンダーライン愛だけでなく、飛べの他のアーティストたちにも力を注いでいます。最近のインタビューで、滝沢は、エンターテインメントは人々を幸せにする力があると語っています。彼はその言葉通り、ファンだけでなく、アーティストたち自身にも幸せをもたらすことを目指しています。そのために、 彼はアーティストたちが自分の意見を自由に言える環境を整え、彼らが本当にやりたいことを実現できるようにサポートしています。滝沢のプロデューススタイルは、従来のものとは一線を画しています。彼はアーティストたちを指導するだけでなく、彼らと共に歩み、共に成長することを重視しています。これは、彼が自身の経験を通じて学んだことの一つです。若い頃、 彼もまた多くの先輩たちから学び、支えられてきました。その恩返しとして、今度は彼が後輩たちを支える番だと感じているのでしょう。ファンにとっても、滝沢とナンバーアンダーライン愛の結びつきは特別なものです。彼らは、かつてのキング・プリンス時代からのファンも多く、彼らが新しい道を歩む姿に感動し、応援し続けています。ファンとのつながりは、 アーティストにとって何よりも大切なものです。それは、滝沢が常に強調していることでもあります。彼は、ファンの声に耳を傾け、彼らの期待に応えることを第一に考えています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、今後もさらに成長し、進化していくことでしょう。彼らは、滝沢という強力なサポートを受けながら、自分たちの道を切り開いていくはずです。そして、 ファンもまた、彼らと共に歩み続けるでしょう。滝沢とナンバーアンダーライン愛の物語は、まだ始まったばかりです。彼らの未来には、無限の可能性が広がっています。そして、その未来を共に見守り、応援することができることは、ファンにとって何よりの喜びでしょう。滝沢秀明の指導のもと、ナンバーアンダーライン愛は新しいステージへと進んでいます。 彼らがこれからどのような音楽やパフォーマンスを届けてくれるのか、そしてどのような影響を業界全体に与えていくのか、期待は高まるばかりです。彼らの成功は、滝沢のビジョンと努力、そしてファンの支えがあってこそ実現するものです。彼らの今後の活躍に目が離せません。